皆さんこんにちは、さきです。お久しぶりです。日本に帰国してたんですけど、全然日本ではフィルムしてなかったので、試してた動画が終わって、今やっとようやく、多分もう秋口か秋始まってる頃だと思いますけども、今バンバン夏に撮っています。義理の母が遊びに来ていまして、で今日ねカウパハリってとこに行ってきて、いろいろ買ってきました。もう出しちゃったんですけど、お袋からこれとイチゴを買ってきました。ちょっと今風邪ひいてるっぽくて、若干声がいつも低いのに余計また低くなってるんですけど今日暑いんですよ。暑いって言ってもまあ25度ぐらいなんですけど、すごく日差しが強いので、日向はね結構大変です。これから今日は4時半ぐらいなんですけど、晩ご飯作ってとサイクリングに行こうと思っています。私が作ったこれも見てください。ちょっとラップがあれやけど、あーこんな感じで、ルバーブのパイを作りました。ルバーブ今この時期めっちゃ美味しくって、っていうかこの時期しか取れへんのちゃいますかね。で店頭に時々並ぶので、でそのタイミングでルバーブ買って、でルバーブはこうやってパイにすると美味しいので、毎年パイにして食べています。私今年初めて作ったんですけど、フィンランドのパイって大体作り方一緒なんですよね。このクッキー生地みたいなやつ作って、で中身をブルーベリーにするとかラズベリーにするとかイチゴにするとか、まあいろいろあるんですけど、そう今回はルバーブにしましたっていう感じです。フィンランド語でルバーブはラパルベリーですね。そこあんま好きじゃない人いるかもしれないけど、分からへん。こんな感じで見えるかな、カップハリでアハベンっていうタラ、アハベンってなんや、タラかな、それを買ってきました。白身魚なんですけどね、これ今からちょっと丸焼きに、塩焼きにしていこうと思っています。カウパハリで私の大好きなホタテを見つけたので、ホタテも買いました。フィンランド今年あんまり私ここにいてないので、あんまり夏がどうやったかってわからないんですけど、去年と比べると、まあ去年4円数にいたからちょっとまた違う気候なんですけど、過ごしやすいっていうか、サマードレスとかも着れるし、今日サンダル履いて街に行ったし、夏ですね。魚の丸焼きを私が調理するなんて思っていませんでしたけど、あっちくんがねホッケの塩焼きとかね大好きな居酒屋メニューなんですよ。ホッケもやし、アジもやし、なんか塩焼き大好き人間なんで、いきなり黄金伝説のめっちゃ覚えてますかね、無人島生活覚えてますか、良い子の浜口と有野の、それのシリーズを見るのにハマっていて、でめっちゃ好きやったテレビなんですけど、それにハマっているので、このホタテ、ホッケとか美味しかったよなって言ってて、でそういえばこれあるわと思って、そうこれにしました。今はこれをねちょっと温まるのを待って、でこれから作っていこうと思います。食べてね。Wonder if it needs more salt. ここにソルトある。ホタテ。ナムナムナム。おいしい。Really good. おいしい。めっちゃおいしい。めっちゃ肉厚。わお、めっちゃ美味しいね。
っちの方に2人が歩いている。2人もくこんにちは、こんにちは、いこ。あっちんはどこですか？買い物に行っています。もうすぐ10時。抜き捨てられたズボンとこっちに洗濯物が思いっきり。もぐ、10時半ぐらいの空。